年チャンネルの亀井です。よろしくお願いします。今日はビールのレビューをしたいと思います。今日飲むビールはこちらです。じゃん、水曜日の猫。これ結構有名ですよね、多分。でも私初めて飲むんですよね。エールなのかな。一応説明文を読んでいます。今夜は気ままに心を緩めるホワイトエール、ホワイトエール。グラスに注げば立ち上る青りんごを思わせる香りとオレンジの皮の爽やかな香り、口に含めばほのかなハーブ感がフルーティーさを引き立て、すっきりとした飲み口が優しく喉を潤してくれる。水曜日の猫は心と体をふっと緩めてくれるようなベルジャンホワイトエールです。だそうです。エールですね。5%。アルコール分は 5% になってます。すごい見た目が可愛いですね、猫ちゃんで。水曜日、だから水曜日に飲むものなんですかね。で早速、飲んでみたいと思います。でもこういうクラフトビールみたいな、いろんなところもあると思うんですけど、私これ意外と飲んだことがなくて、いただきたいと思います。こんな感じですね。見た目は普通のビール。よい、カメ専用。では早速いただきたいと思います。あー、うん、あ、なるほど。あ、なんか想像の味と違いましたね。想像してた味と結構、なんだろう、ハーブ、なんですか、香り、なんだろう、香りがすごいですね。独特な感じですね。なんかピザに合いそう。ピザとかに合いそうな味。飲みしいと思います。結構エールか、結構濃いめかな、濃いめな感じがしますわ、私は。飲み口はすっきりしてるんですけど、結構、なんだろう、後の香り、後味とかがすごいいい香りがしますね。美味しいです。なんで水曜日なんでしょうね。すごい美味しいです。軽井沢のビールなんですね。なるほど。これ見た目も可愛いからなんかいいですね。 女性って感じ、女子が好きそうな。男性も味はすごい、これこういう味好きな人多いんじゃないですかね。美味しい。今日はこちらの水曜日の猫、ベルジャンホワイトビアスタイル、こちらを飲んでみました。美味しかったです。ではまた美味しそうなビールをあったら買って飲んでみたいと思います。また見てください。ありがとうございます。バイバーイ。